デルタコはアメリカ合衆国のファーストフードチェーン。アメリカ風の味付けに調整したメキシコ料理を主体に、ハンバーガー、フライ、シェイクといったアメリカで一般的なファーストフードも扱う。カリフォルニア州、レイクフォレストに本社を置き、南西部太平洋岸を中心に580店舗を展開する。デルタコはメキシコ風のファーストフードと、 アメリカ風のファーストフードの両方を扱うファーストフードチェーンである。タコス、ブリート、ケサディやナチョスといったメキシコ風ファーストフードのほか、チーズバーガー、フライ、シェイクといったアメリカ風のファーストフードもメニューに載せており、顧客はこのメキシコ風、アメリカ風を組み合わせて食べることが可能となっている。2019年1月時点ではカリフォルニア州、 ネバダ州、アリゾナ州、ユタ州、コロラド州など、西部の州を中心に、14の州で営業している。州単位では、カリフォルニア州が主な出店先だが、ネバダ州ラスベガスへの出店も多く、2018年1月には38店目の店舗を開店している。旧デルタコ1号店。別の店舗に転用されている。バース島のデルタコの店舗。デルタコデルタコ。 創業者のエド・ハック・バースは中西部のウィスコンシン州で10人兄弟の9番目として生まれた。子供の時からカスタード売りをして稼いでおり、この経験が後にファーストフードを職業とすることに繋がったという。17歳の時、アメリカ空軍に入り、1953年には西海岸に移ってカリフォルニア州ビクタービルにあった。 ジョージ空軍基地で勤務していた。当時、基地の位置するサンバーナーディーの地域は、ファーストフード店の勃興期で、後に、巨大ファーストフードチェーンに成長する創業者らが、冷細な店舗から事業を育て始めた時期であった。ハックバースはそのうちの一人、ニール・ベーカーが経営するハンバーガー店で職を得た。さらにベーカーの紹介で、グレンベルがサンバーナーディーのの北側にあたるバース島に、 開いた店で働いていた。ベルは後にメキシカン専門のタコベルを創業する人物であるが、この頃はまだタコスを扱い始めたばかりで、バース島の店でもタコスとハンバーガーを併売していた。後にハックバースは独立し、1961年に自分の店をバース島郊外のヤーモで開店した。店はカーザ・デルタコという名であったが、 タコスとハンバーガーを併売していた。1号店は、初日だけで169ドルの売り上げを記録した。1号店の成功を受け、バーストーでさらに2店舗を開店し、ニードルズにも店を開いた。デイビッド・ジェームソンと共に開店したコロナの店舗は、初のドライブスルー対応店舗となった。この店で調理場の利き据え付けを行った、ディック・ノーグルは、店の作りに感銘を受け、 まだまだ始まったばかりであった事業に加わった。1966年、フランチャイズ展開のためレッド E、フードシステムズ、インクを設立、最初のフランチャイズ店がビクタービルに開店した。同年には太陽を用いたロゴも導入し、ハックバースの店は南カリフォルニア全域に広がっていった。1970年、ノーグルが独立し、 デルタコと同じくメキシカンを扱うファーストフードチェーン、ノーグルズを展開した。1973年、ハックバースは、店名からカーザを取ってデルタコとし、社名モデルタコ、インクに改名した。この頃事業は、目覚ましい成長を見せ、一時は、毎月新しい店舗を開店する勢いであった。1976年、ハックバースらは、 創業地の数店舗の運営権を残し、デルタコを投資家グループに売却した。創業者の運営ではなくなったデルタコは、移行様々な所有者を転々とすることになる。1978年、デルタコはカリフォルニア州および州外で、すでに店舗のあったオレゴン州有事院、アリゾナ州ユマを除くアメリカ全土においてデルタコの名称を使用する独占権を、 W.R. グレースに売却した。グレースは本業が科学工業であり、テキサス州ダラスに新会社デルタコレストランツインクを設立、さらに新たに参加に収めた様々なファーストフードチェーンを統括する DTG インクを設立して事業を運営した。カリフォルニアのデルタコはテキサスのデルタコの株式を一部所有し、収入の一部を受け取ることにはなっていたが、 メニューもロゴも異なるに系列のデルタコが並立することになった。しかしグレースが本業以外の事業の売却を始めると、レストラン部門も売却の対象となった。1986年、カリフォルニアのデルタコはテキサスのデルタコを買収しようと試みたが、カリフォルニア側が必要な資金を準備できず実現しなかった。1988年2月、 アメリカンレストラングループを経営するアンワル・ソリマンはデルタコとノーグルズを買収した上で合併させる計画を明らかにした。ソリマンは WR グレースでレストラン部門の幹部であった人物で1977年のデルタコの名称使用権売却、未完に終わった買い戻しなどを通じてデルタコとは因縁があった。ソリマンはその後グレースを離れ、 1986年にアメリカンレストラングループを設立。1988年時点では直営とフランチャイズを合わせて300以上の飲食店を経営していた。両社の買収は3月完了し、171店のノーグルーズは順次デルタ湖に転換されることになった。合併により店舗網の東端は遠く、ノースカロライナ州ヒッコリーにまで達した。 一方で後に本拠地が置かれるカリフォルニア州のレイクフォレストではノーグルズからデルタコに転換した店舗と元からデルタコであった店舗が通りを挟んで向かい合うという事態も起きた。これによりタコベルに次ぐアメリカ第2位のメキシカンとなりカリフォルニア州に限ってはタコベルの店舗数を上回った。デルタコはタコベルを揶揄するテレビ CM を流し対抗意識を露骨に示した。 ソリマンはデルタコが各班企画を始めると数日後にはタコベルが同じ企画で対抗してくると述べ業界一位のタコベルは今や追随者となっていると主張した。しかしタコベル側はデルタコがやっていることに関心はなくライバルはマクドナルドだと冷淡であった。業績も好調とは言えず合併を強調するためデルタコとノーグルズを同時に取り上げた CM は帰って 混乱を招き、早々に中止された。メニューは両子ソタコベルより多いものの、価格も高かったことから避けられた。こうして、売上高は横ばいから加工に転じた。運営面でも変化があり、週夜営業が始まったのも、この時期である。1990年1月、CEO のウェイン・ W ・アームストロングを中心とする、デルタコ系 A 人は、ソリマンカランボにより、 事業を買収した。新経営人のもと、ソリマン時代に削られたメニューの復元や値下げなどの施策が効果を上げたが、アームストロングは8月に辞任し、バーガーキングで実績のあるケビン・ケイ・モリアーティが、デルタコの新 CEO となった。1992年、グレースは管轄下のデルタコの店舗をタッコベルに売却する意向を明らかにした。デルタコの名称を使用する権利は、7月に、 カリフォルニアのデルタコが買い戻した。州外への展開が可能となったカリフォルニアのデルタコは1400万ドルを投じて店舗の内外装やロゴを更新する計画を開始した。8月には新しいロゴを導入した。新しいロゴは黄色の太陽が緑の山々から登り赤い大地に向かって照っているものとなった。この配色はデルタコの代表的な食材であるチーズ。 レタス、トマトを表したものである。この年経営陣は1995年までに店舗網を500店舗に拡大し、2000年までにさらに225店を増やすという計画を打ち出し、まずネバダ州のラスベガス、ミズーリ州のセントルイス、北東海廊地域を重点地域とした。しかし前経営陣時代に行われた同房が原因で1993年、 デルタコは倒産裁判所に連邦倒産法第11章に基づく手続きの開始を申し立てることになった。1994年、デルタコは再生過程の終了を宣言した。不採算店舗の閉鎖の結果、1995年時点で500店舗を達成するどころか300店舗に過ぎず、目標にはほど遠かった。 しかし1997年には総売上高が2億5000万ドルに達し、店舗数も1998年末には12周325店舗、2000年時点で372店舗と増加していった。この年、デルタコはコンパスグループと契約、米軍基地で営業が可能となった。出店第1号はメリーランド州セントメアリーズ郡にある。 パタクセントリバー海軍航空基地で将来はプエルトリコやイタリアのナポリなど海外の米軍基地に出展することも計画されていた。2002年には野球、ホッケー、フットボール、バスケットボールといったスポーツのチームとスポンサー契約を締結し、パートナーとなったチームのスタジアムの看板や販売される飲料の容器などに出るタコのロゴが配されることになった。 こうした施策の成果もあり、2003年には1店舗、あたりの年間の売上が平均で100万ドルを超えた。これは、他のチェーン店、特にマクドナルドや、カールス・ジュニアが売上を減らす中にあっては注目すべき、成果であった。ベンチャーキャピタルのグロテック・キャピタル・グループ・インクがレストラン業界に関心を持ち、別の投資会社と組んで、サジタリウスブランドを組織、 シーフードを扱うキャプテン D を2004年末に買収した。次に関心を示したのがデルタコで2006年に買収が完了した。2008年1月、デルタコはカリフォルニア州バーバンクに500店目の店舗を開店した。2009年にはフロリダ州オビエドに新店舗が開店した。オーランド地域には1980年代に店舗があったものの、 それ以来初めての出店となった。サジタリウスブランドは2つのレストランチェーンを保有することになり、デルタコとキャプテン D の合わせ作り店も試みられた。しかし2010年、サジタリウスブランドはキャプテン D を売却し、社名をデルタコホールディングスに改名した。2010年、デルタコはダラスの北方にあるテキサス州デントンに出店した。テキサス州は W.R. グレース時代に、グレースが展開するデルタコがあったものの、タコベルに売却され、以降は空白地となっていた。ヒスパニックのギレルモ・ペラレスが率いるサンホールディングスは、2011年に、ダラス・フォートワース地域に、フランチャイズ店を出店するという契約を結んだ。2012年3月にはヒューストンに開店し、ハリス軍やモンゴメリー軍など周辺地域を含む、 ヒューストンの全域に店舗展開する構想も示された。2012年12月にはシーダーパークに2013年にはラウンドロックに開店した。2013年にはオクラホマ州に進出し、12月にはオクラホマシティ近郊のムーアに最初の店舗を開設した。2014年夏にはやはりオクラホマシティ近郊のエドモンドにも開店した。2013年、 シカゴのレストラン王、ラリーリービが、デルタコ買収に動き、買収目的会社、レビーアクイジションコーポレーションを設立して、資金を集めた。ラックによる、デルタコ買収は2015年6月に完了し、デルタコは、デルタコレストランズ、インクの名称で、公開会社となった。1999年から2000年にかけて、店名と同じ、デルタコという名のマスコットキャラクターを、 初めて導入した。このキャラクターは人気を得たが、黒い衣装に仮面をつけた服装は、解決、ゾロの商標権を侵害しているとして、1998年にゾロの映画、マスク・オブ・ゾロを公開した、ゾロプロダクションとトライスター・ピクチャーズが、デルタコを訴えた。2000年1月、デルタコは和解したが、広告代理店を変更した。2000年からデルタコは、 グレッグ・ビン・クリー演じる、ダンが出演する CM を作成した。ダンは、デルタコの広報担当者として様々な商品を宣伝するが容量が悪く、自動車や、ホッケーリンクを破壊したり、各班イベントをヌーディストビーチで開催したりする。ダンの出演は6年続き、デルタコのシンボル的な存在となった。しかしデルタコは、今後は、人ではなく、食べ物に注目させるとし、 団の出演は終了した。2007年、デルタコは、フィードザビーストをスローガンに掲げ、これに合わせて、ザビーストが出演する CM を放送した。ザビーストは空腹感を擬人化した存在で、顧客の真横に立ち、特定の商品を注文する要うもある。初登場は2007年8月で、改良されたチキンソフトタコを宣伝する内容であった。2008年2月には、 フィッシュタコの4月にはチキンケサディーヤの6月にはデル・エスディールと称したセット商品の宣伝が作られた。ザ・ビーストの CM は短期間にとどまり2008年7月には新スローガン GO ボールドア r g o h o に置き換えられた。ありがとうございます。